はい、皆さんこんにちは。今回は中学校2年生の Here We Go English コース、教科書の本文訳のユニット1パート2、2本目に行きたいと思います。前回の内容もしっかり振り返った上でね、今回のこの2回目も予習に、役立ててもらえればと思います。では早速行きたいと思います。赤ペンの方だけ用意してくださいね。はい、 Hajin's in the library。 Hajin が図書館に be 動詞です。いるね、in なので何々の中にっていう意味で、図書館の中に B 動詞なのでいると、主語動詞だけはしっかりとチェックしながらね進めていきたいと思います。B 動詞は何々ですだけじゃなしにいるっていう風な意味もあるのでしっかりと押さえておきましょう。ではエリさんが言いました。 There you are。 はい、ここっていうのはすごく重要なね言葉です。なぜこういう成り立ちかっていうところも理解するのも大事なんですが、この There you are、 はい、これでそこにいたんだって言ってエリさん探してたんですね。そこにいたんだってね、そこにいたんだって言われたら、There you are っていう風にしっかりと書けるようにしといてください。で、続きです。I was looking for you。 はい、今回主語は I です。はい、B 動詞、今回 was を使っています。ただし、今回はそのうちの looking の ing しっかりセットでしっかり、囲っといてください。はい、今回 was ing。 これで今回の新しい文法事項の過去進行形っていうものを表します。また概要欄の方にね、その過去進行形の説明のところを、載せておきますので、新しい文法としてね、覚えておくようにしておいてください。では、もう一つです。今回 look for っていうところ、ちょっと今回ここだけ線引っ張って矢印引っ張っててください。はい、 look for 何々で何々を探す、look for で探すという熟語なので、今回のところのテストね、覚えておいてください。なので、look for 何々で、探すだから、あなたを探していました。過去進行形の意味はね、何々していたという意味なので、このていっていう言葉とたっていう言葉だけ書いて丸囲っておいてください。私はあなたを探していたんですよ。はい、そしたら、what were you doing here? はい、主語は you です。そして今回 B 動詞が疑問文なので前に来てますが Doing ってあるのでやっぱりここのところも過去進行形です。はい、なので Do っていうのはただ単にするって意味ですね。意外に抜けてる人も多いので、これしっかり覚えておいてください。なのであなたはしていたんですか、はい、What 何をっていうことです。あなたは何をしていたんですか？ Here、ここで。ね、Here の単語も忘れてる人は覚えておいてください。Here はここです。なので、あなたはここで何をしていたんですか？っていうふうに訳せば OK です。じゃあ続いて、ハジン君、そういうふうに聞かれたんで答えてます。Oh、ah っていう、ただの、それに対しての返事です。I was studying Japanese。はい、I が主語。はい、was が be 動詞。はい、やっぱりここも ing がついてるので、ここも過去進行形です。なのでもう前半の部分からね過去進行形が連発されているので、並べ替え問題とか英作文っていうのがしっかりとね過去進行形の文使ってできるようにしておいてください。私は勉強していましたと。はい、ジャパニーズ、日本語を、私は日本語を勉強してたんですよ。はい、漢字 are really hard。 はい、漢字はーっていうふうにこいつが主語ですね。そして B 動詞です。漢字は何々です。 really っていうのは本当にっていう意味ですね。はい、ハード、これは難しい、ね、外国の人から見ても、まあ、日本人でもそうですけれども漢字だったり日本語って難しいですよね。なので、勉強してて漢字は本当に難しいんですねっていう風に勉強してたけれども思ったと。そしたら A さんは、I know、 そうだねっていう、まあ、私は知っているっていう意味ですけれども、まあ、このことに対しての返事をちゃんと返してあげないとね、ちょっと失礼に当たる。まあ話して、漢字難しいんだよって言って、でさ、みたいな話。そうすると、ちょっとこの人無視された感じになってちょっと辛いので、I know っていう相槌をちょっと打ってあげるっていう感じね。そうだねっていう感覚で訳してくれればいいです。はい、by the way。はい、これ超重要です。こいつ四角で囲っときましょう。by the way。ね、A さん探していたんですよ、ハジン君を。そしてハジン、何してんのっていうふうに聞いて、ハジンが、まあ、漢字の話っていうのを進めた。でも自分は違うことしたかったんですよね。違う話をしたかったから、
そうだねって相槌打って話変えようと。バイザウェイ、ところでって話です。これもね、すごい出てくる。カッコカッコカッコで、ところでという意味を埋めなさいみたいな。ね。ところでっていうのを3語で書きなさいみたいな形でテストでは出てきたりよくするんで、バイザウェイ、これめっちゃ重要なんで覚えておいてください。じゃあ続いて、The school basketball tournament is next month, right? はい。長いですけれども、The school basketball tournament。で、学校のバスケットボールのトーナメント。こいつが主語です。は、is、です。next month。来月。next なんで、次の月。まあ、書いておきましょうか。次の月。つまり、来月ってことですね。来月。ですよね。right。コンマに right をちょっと結んでおきましょう。こいつで、何々。ですよね。と。念押しですね。確認です。全く全部聞いてるわけじゃないですけど、何々だったよね。っていう、こんな感じ。なので、ところでね、学校のバスケットボールトーナメントは来月ありますよね。っていう話。そしたら、ハジン君は、that's right。その通り、これも重要なので覚えておきましょう。That's right。 その通りだ。そういう風にハジン君は答えて次のところに進んでいきます。はい、それでは続けていきたいと思います。A さん言いました。 Can you coach the earth student in the class? はい、今回 you が主語で can が助動詞で、疑問文だから前に出てるんですけれどもね、重要な表現ということで、この今回 can you っていうところ四角囲っといてください。can you なので、今まで1年生の時の can だったらできますかっていう風な文なんです。あなたはできますかっていう風な言い方で、今回は相手にお願いをする、依頼をする表現だということで、今回は覚えておいてください。つまり何々してくれませんか。相手にお願いをする表現だということで、can you 何々、何々してくれませんかっていうのはしっかりと押さえておいてください。今回はコーチです。コーチっていうのは、教える人のこともコーチって言いますよね。今回は主語、そして動詞です。can coach。コーチできますか？コーチしてくれませんか？コーチって日本語で何て言うかっていうと、固い言葉で言いますが、指導です。指導する。つまり、指導してくれませんか？The other students。 まあ動詞なんでコーチも丸囲っておきましょうかね。主語は you で、当然 can が助動詞です。なので疑問文だから前に出てる。Can you coach the other student in the class? はい。other っていうのは他のって意味です。なので the other students。 他の生徒の指導をしてくれませんか ?in this class。 そのクラスの。そのクラスで、他の学生、生徒の指導をしてくれませんかってお願いしてるわけです。バスケットボールのトーナメントがあるから、ハジン君にコーチをお願いしてるわけですね。そしたら、ハジン君が、僕が ?me? エリさん言いました。yes, you. はい、あなたです。っていう風に言って、ハジン君は sure 引き受けるわけですね。sure っていうのも大事です。can you お願いしてるわけだから、こことここっていうところはセットですね。はい、sure わかりました。もしくはもちろんです。はい、What an honor。 はい、これはね、覚えておいてほしい表現ですね。What an honor。 はい、これでなんて光栄なんだ。教科書のところにもね、載ってありますが、こういうふうに What を使ってなんて何々なんだっていうのを簡単文と言います。今までの教科書の中ではね、この簡単文っていうのは出てこなかったので、今回のこの Here we go の教科書のところから簡単文っていうところが復活してます。しっかりと簡単文、なんて何々なんだっていう表現ね、 What を使った文っていうところもしっかりと押さえておいてください。What an honor、 なんて光栄なんだっていう風に言って終わってます。いいでしょうか。今回のこのユニット1パート2っていうところはここでの解説終了にしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。またね、パート3っていうところも、アップし、どん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 学校の授業予習をね、うまく進めてもらうために、頑張っていきたいと思いますので、またね、次の動画でもよろしくお願いします。それでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。